Yes. の朝です。水を買ったら買って出かけます。わかりません。でもなんかちょっと近づいてみますね。背中に背負ってさガソリンを入れます。ジャスリークの町の入り口です。それがそうです。まあ、ガソリン入れる必要ないんで私これでいいんですけど、そこでガス売ってんのかね。それね、今移すの忘れちゃいました。こうやって入れましたね。これでバッチリです。Like even as I was coming in, everything is...
今手続き一通り終わって待ってます。カザフスタンに入りました。入国カードとバイクの書類がついてきました。バイクの書類はサインをするだけで済みました。こっちです。でこっちが、こっちがベイネウ、はい、バイク用のカードはねこれです。カードっていうか書類ね。カザフスタンに入るときこれ全部書いてくれて、ここにサインしてるだけです。これ2枚同じものをサインして、1枚は向こうが保管、1枚はこっちに僕らが持ってると。でこれカザフスタン入国のスタンプです。バイクはね、色を聞かれたのと排気量を聞かれたね。まあ車検証に書いてある 0.39 リッターだって答えたんだけど、なんて書いたか知りません。あとは、あ、そうか。ウズベキスタンを出国するときの、この滞在の証明カード、これは全く見ませんでした。まあだから、